お久しぶりです。魚ラボ毎度ダンス好き魚ちゃんです。毎度ダッチョです。久しぶりすぎてこの魚ちゃんですがうまく出ない。もう噛んでるし今回ダーツの動画から2ヶ月以上空いた理由があるんでそれを紹介していきたいんですけど、サムネイルにもある通り私レーティング16から3まで落ちました。マジ下がりすぎだよね。チーンって感じ。16から3よ。何が起こったらそうなるのか逆に知りたくない？まあこうやったらレーティング16から3になるっていうのを今日はお話ししていきたいと思います。はい、それでは私がレーティング16から3に下がった時のポイントを2つにまとめて喋っていきたいと思います。いはい、まず1つ目はダーツの落としどころを変えました。落としどころ？はい、今まで私のフォーム正面から見るとこうだったんですよ。こう正面にあるでしょ。でこれでここに正面に引いて出してたんですよ。はいはい、これをこうしました。お引くポイントを横にしたんですよね。はいはいはい、今までってもう狙いたいところの正面に置いてたから目安があったのね。はいはい、大体どこからどう引くどうしたらここぐらいに行くなみたいな目安があったんだけど、それがゼロになったんですよ。うん、この落としどころを変えたことでフォームが全く変わりました。それで16から5まで下がりました。すごくない？一気にいったね。もう意味が分からなくなって。でもなんで変えたかっていうと、ここの時に引ける幅が狭かったんでどうしてもなんか力んじゃうとこあったんですよね。それをなくしたいから横にずらして引ける幅を増やした。はいはい、まあ、今後のためを思ってやったけどその時は盛大に下がりました。これが1つ目。そしてポイント2を話していきたいと思います。ポイント2はバレル変えたんですよ。もう一回さ5まで落ちたやん。もうここまで落ちたら変わんないじゃん。そうね。だからもうこの間にバレル変えたかったんですよ。うバレル変えたかった理由があって、この前ヤンマーさんに会いに行ってたでしょ、サイちゃんとそう、ね、ダッチョさんが。単純に羨ましかった。うん、むちゃくちゃ俺ヤンマーさんに会いたかった。で会いたかったんだけど会えなかったからバレル買っちゃったよくわからない。なるほどね。でヤンマーさんのバレルを買った理由が実はちゃんとあって、はいはい、その理由がヤンマーさんの今のゴメスがスティールとソフト、これ両方そこまで大差がないんです。バレルの特性とかカットとかも、はいはい、で重さもかなり近くなってる。ソフトを投げてる時とスティール投げてる時の誤差が圧倒的に少ないんです。今後スティールもやっていきたいなって思った時に重さをちょっと上げて限りなくスティールに近づけていこうっていうのが今回のトライだったのよ。なるほどね。それをまあ今がチャンスだと、どうせダメだし、うん、ということでやっちゃったことで、うん、18はね5から3に落ちました。これがポイント2です。はい、ということでこの2つのポイントで私はレーティング16から3に落ちました。なるほど、おめでとう。はい、平均点も840のあたりから300台に落ちまして、うん、まあ、このまま前と同じノリでは喋れないでしょ。そうだね。ね、私上手くなってきましたみたいなノリで喋れないじゃん。偉そうなこと言えない。もともと偉そうなこと言うつもりなかったんだけど、ただでしたね、態度が出ない、ね、うるさいな。まあ私あの態度でかいじゃないですか。謙虚に行きたいわけですよ。でもレーティング3の状態まで落ちてから喋れないなと思って、もう改善してからいろんなものを伝えていきたいなと思って2ヶ月間練習に打ち込みました。はいはい、ということでこれからまたダーツの動画を更新頑張っていきたいと思っています。応援して。ということでいいなと思った方、参考になったなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。また見てくださいね。それでは毎度毎度。